今日は天ぷら職人がインスタントラーメンをアレンジします。今日はですね、塩ラーメンを使ってカレー煮込みラーメンを作っていきたいと思います。材料の説明をしていきたいと思います。先ほどね、言いました、こちら塩ラーメンですね。今日はねこれを使いたいと思います。で、次ですね、こちらのカット野菜ですね、もやしとかね、キャベツ、しめじ、人参とかですね、ミックスで入ってるのを今日はねこちらの方を使いたいと思います。で、こちらですね、豚の細切れです。これもね、安く手に入りましたのでこちらを使っていきたいと思います。それとこのカットネギですね、これを使っていきたいと思います。今日のポイントなんですけど、僕はですね、このカレー粉のね、粉タイプの、こういうね粉末になってるのをちょっと今日はね使って作りたいと思います。カレールーでもできるんですけど、野菜とかね肉をねちょっと炒める時にね、このカレーの粉をねつけてるとね、全然風味とかね変わってね、またねすごく美味しく仕上がると思います。では作っていきたいと思います。お肉の方からね下処理をやっていきたいと思います。サラダ油適量です。これね、今日はね 200g 使いたいと思います。はい、こんな感じでね、で炒めすぎると硬くなっちゃうので、ある程度したらですね、もうすぐ野菜を入れてね切っていきたいと思います。で、火の方はですね中火ぐらいで炒めていきます。で、特にね油がないので細切れなんかはねほんとすぐ硬くなっちゃうので、薄いピンク色になったぐらいで、野菜を入れていきたいと思います。こんな感じですかね。これぐらいになったらまず下味ですね、塩コショウちょっとだけ振ります。はい、こんな感じにばらしてもらいます。で、全体的にですねこう白っぽくなったらですね、次野菜をいきます。ざっくりこれぐらいかな。はい、これぐらい使います。で、野菜の方もですねざっくり炒まったらですね、軽く塩コショウします。あとでね、麺の中で少しだけね火を通しますので、完全にね野菜なんかは火通ってなくてもね大丈夫です。で、今日はカレーのね粉を使うということで、後でこう混ぜるんですけど、カレールーの場合はですね、だしの方にこう溶いてもらうような形になりますけど、パウダーを使うときにはですね、こちらの方にね下味でつけるのもね、全然香りもね変わってきますので、ぜひやってみてください。こんな感じになったらですね、もう一回塩コショウいきます。これぐらいになったらですね、先ほどのこれですね、パウダーを、おー、これぐらいですね。はい、これで、ね、一旦火を切ってですね混ぜてください。これね、焦げ防止なので必ず火を切って混ぜてください。はい、こんな感じになりました。はい、これね一回ボウルの方に取っていただきまして、冷めない間に、今度はね麺を湯がいていきたいと思います。こちらのね、ラーメンなんですけど、裏にね作り方がこう書いてあると思います。今日はねこの作り方でやるんですが、ここの3分、麺の湯がきが3分って書いてあるんですが、これをね2分半ぐらいにします。はい、なので2分ぐらいになったら、さっきほどね炒めた野菜をねこの鍋の中にね入れたいと思います。この中身ですね、こちら、これは後でね、お皿の中にね入れますので、
ではね、沸くまでにですね、スープの方を作りたいと思います。こちらね、さっきの袋麺の出汁ですね。これを全部ね、この中に入れちゃいます。はい。その次にですね、先ほどのカレーですね、パウダーの方。これぐらいかな。一杯半ぐらいですね。はい。あとね、ごまですね。ごまも全部入れちゃいます。はい。これでね、あと、スープをね、作るときに、これを一回混ぜて、麺が上がったら、この中に入れたいと思います。では、沸くまで待ちましょう。はい。沸いてきましたのでね、では、麺の方を湯がきたいと思います。ここからね、2分湯がきます。これね、煮込みって言ってますけど、麺があまり伸びすぎるとですね、ブジュブジュになってしまいますので、ちょっと硬いぐらいで、ストップウォッチとかね、そういうのがない場合は、こう、箸でね、麺をね、揺すってください。あんまり硬い時に麺を揺すると、麺がね、切れちゃいますので、これをやることによってですね、早く麺と麺の間にね、お湯が入って、硬い状態でね、湯がき上がるっていうことができますので、で、ここで、今からですね、この沸いてる汁をスープの中にちょっと入れまして、それを、スープをね、粉末をね、溶かしたいと思います。少しだけこう、スープ入れます。ここでね、こういった感じでスープを溶いてください。はい。この状態になりましたらですね、今度、先ほど炒めた野菜ですね、具材を中に入れます。この状態で、あとね、1分ぐらいですね。この時に、あまり混ぜないでください。このままね、スライドさせて、スープの中入れますので、今ね、こんな感じになりました。真ん中の方がね、もう沸いていると思います。で、この状態で、鉢の方に入れていきたいと思います。こんな感じでね、完成です。冬場、ぜひ食べてみてください。本日は、塩ラーメンで作るカレー煮込みラーメンの作り方をご紹介いたしました。今日のポイントはですね、野菜はですね、野菜と肉ですね、それは、炒めてからですね、必ず下味の時にですね、カレーパウダーを振ることです。それをね、ちょっと振らないとですね、カレーっぽくないので、ぜひやってみてください。それとですね、麺はですね、湯がきすぎないことですね。はい。それでね、一回作ってみてください。最後になりましたが、料理のご質問のある方はコメント欄からお願いします。また、励みになりますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では、次回お会いしましょう。